ヒラノ耀のぽっちゃり愛が明かす魅力とはファンとの距離感と包容力に見る彼の魅惑的な魅力。元キングプリンスのメンバーであり、今や個人としても大きな人気を誇るヒラノ耀。彼は最近 SNS を通じてファンからの質問に回答することで、さらなる注目を集めています。特にぽっちゃりした女性が好きという彼の発言が話題となり、多くのファンを喜ばせました。ヒラノ耀は、 7月26日に自身のインスタグラムアカウントを開設して以来、ファンとの交流を積極的に行っています。ファンからの質問に対して率直な回答をする彼の姿勢は、多くの人々に共感を呼び起こしています。例えば、今一番好きな先輩は誰ですかとの質問に、おじさん友達、と年上の友人を挙げ、彼らがいなかったらちゃんと発散できていないと思うし、 いたからこそ仕事に専念できてるよ、と述べました。これにより、彼の人柄や友情に対する考え方が垣間見えます。また、ファンからの、リップピアス開けてる女どう思うという問いかけに対しては、全然気にしないと即座に答えるなど、彼の自由で開かれた考え方も伺えます。彼はファッションや外見に対してオープンな姿勢を持っており、個性を大切にするメッセージがファンに伝わっています。 そして、彼の魅力の一つとして挙げられるのが、ぽっちゃり好きを公言していることです。これは以前からの彼のコーチの事実であり、ジャニーズ時代からもテレビ番組で何度か明かしていました。実際、2019年に放送されたトーク番組、オシャレイズム、日本テレビ系で、ぽっちゃりした女性が好きと告白。その場でゲストとして登場したお笑いコンビ、おかずクラブの e p に、ハグをしてみたいとリクエストし、 照れつつも彼女の胸にダイブしていたことも記憶に新しいでしょう。SNS を通じて行われた質問コーナーでも、私ガリガリやねん。あかんやんなという質問に対しては、大丈夫。俺がぽっちゃりにしてあげるよ。何食べたいの何がいい何が好きラーメンお肉と返答。彼のぽっちゃり愛が改めてファンに伝わりました。平野仕様は、これまでにも SNS 上で多くの 胸キュンワードを繰り出しており、ファンからは、何なのこの彼氏感。最高。あれ私、紫輝くんの彼女だったっけといった反応が寄せられています。彼の誠実さや優しさが SNS を通じてしっかりと伝わり、多くのファンが彼の魅力に引きつけられていることがわかります。平野仕様がファンとの距離感を大切にし、率直な姿勢を貫く姿は、彼の魅力を一層際立たせています。 ファンからの質問に丁寧に回答し、心温まるエピソードを披露することで、彼とファンとの絆を深めています。また、彼のオープンマインドな考え方や自由なファッションセンスも、多様性を尊重する彼の人間性を象徴しています。平野紫耀のぽっちゃり愛は、彼の包容力と理解の深さを物語っています。彼の人柄と才能に引き付けられた多くのファンが、今後も彼の活躍を見守ることでしょう。 SNS を通じて彼の魅力を垣いまみた読者たちは、ますます彼に寄り添い、応援することになることでしょう。